どうしたらいいんでしょうという、なるほど。投げかけです。なるほど。まず、大切なことというか大事なことというのは、まずそういった感情って、ものすごく人が生きていく上で大切な感情なんで、持っちゃいけない感情じゃないし、ある意味、大切なものなんで、なくしてはいけない感情なんですよね。ただ、要するにその持ってしまった感情に対していいも悪いもないと。でも、その持った感情の扱い方、表への出し方、表出の仕方には、まあ、いい悪いがあるから、これ気をつけないといけないよねっていうところなんですよね。なで、るほど。表への出し方を間違えると、俗に事故を起こすわけですよ。例えば、ああ、仕事を失っそったりか。とか、人間だから感情が湧いてしまう。そうですね。でもそれがどう表に出るかが要注意ポイントと、こういうことでしょうか。そうです、そうです、そうです。ああ。人はこう放っておくと、表に表出している感情の乱れの8割は、自己満足で表出している怒りだと言われてるわけですよね。8割は自己満足。そうなんですよ。ですああ。から、まず、この8割の自己満足で表出している怒りは、まあ、極力なくした方がいいよねっていうことなんです。で、2割の正しいそういった感情の乱れは、こう、正しく前に出していきましょうよみたいなところなわけなんですよね。あ、出してもいいものもある。そうなんですよ。ああ、持っなるほてしまうど。ことには何の悪いこともないということですよ。よくね、特にその怒りの感情って、例えばね、瞬間湯沸かし器なんていう言葉があるように、そんなのコントロールできないんじゃねえかっていうね、人がいたりとかするんですけど、これまあ、学問的に言うと間違えてですね、人っあ、そうなんてですね。感情を選んでる生き物なんですね。例えば、人って異性とキスをすると興奮するわけじゃないですか。でももし、感情が選べないっていうんだったら、じゃあ、例えば、猿とキスをしても、トカゲとキスをしてもね、なんだろうな、ワニとキスしても人って興奮するんですかっていう話になるわけですよ。感情を選んでるじゃないですかってことですよね。だって、人って知らないうちに相手が誰なのかっていうことで、感情を選んで表出してるのが実は人間なんですよ。だ大切なことはですね、まあ、学問的に言うと、その感情をコントロールする上で最も大切なことって何かって言われるかっていうと、間を置くってことなんですよ。間を置くってことなんですね。魔王間区。を置く。例えば、まあ、学問的に言うと大体6秒から10秒ぐらいなんて言われてるんですけれども、例えば、会社の会議とかで、それはお前の部署が悪いんじゃないかとか、それはな、お前が悪いんじゃないかとか、こういうね、犯人探し的な会議とかになった時に、よく議長の人が、ちょっとね、だいぶみんな沸騰してきたから、ちょっと一回ブレーキを入れてね、もう一回ちょっと5分後にやり直そうよ、みたいなのってあるじゃないですか。で、5分後に集まったら、もう一度みんな冷静になって話せるみたいな。あれ、要は間を置いてるわけですよね。だから、大切なことは、その怒りの感情がうごめいている自分とかもしくはその状況がそこにあったときに、その場を一旦離れるがごとく、もしくは一旦自分の中で間を置くっていうことが実はすごく大切なんです。例えば、最近で言うとね、もうほんと最近なんですけどね、今こういう状況で、子供がまあ家にいるわけじゃないですか。で、僕今中2なんですけどね、過去お子子さん供をが。怒鳴りつけたことって、多分一度ぐらいしかないんですけど、おととい、二度目ぐらいにですね、久しぶりにまた怒鳴りつけたんですよ。さっき言ったように、自分は感情を選んでるという、この認識をしっかり持つって話をさっきしましたけど、その時に、僕はその感情を彼にぶつけようとした時にですね、二つのことを考えたんですね。一つは何かというと、まず、この怒りを彼にぶつけることは、自分のためなのか、彼のためなのかっていうことをまず考えるんですね。もう一つは、今なのか、今じゃない方がいいのかっていうことも考えるわけですね。それで、まあ結果的には、その瞬間僕はちょっと間を置くっていうことも考えて、ちょっと考えたんですよ。それで結果的には、いや、これは自分勝手なものじゃなくて彼の将来のことだと。で、かつ、今、この瞬間じゃないと思って一旦ちょっと間を置いたんで、で、考えた結果、でも、じゃあ明日なのかとか、何時間後なのかっていうと、それも違うなと思ったんで、すぐに戻って、彼に対して、ちょっといい加減にしろっつって 下地にダーンってやったんですよ。おお、はい。親父のパワーが出たわけですね、そこそうで。ですね、久しぶりにちょっと いくつかヒントいただければと思います。まず、どうしても、この怒りの感情とかね、この感情の乱れって、
まあ、当たり前なんですけどね、こう、接触回数が多ければ多いほど、確率論としてはどうしても増えてしまうわけですよ。例えばアンケートとかでも、一番、怒りを感じる対象者みたいなアンケートで、一番が、子供だったかな。ああ、うん。まあ、ごめんなさい、ベスト3がね、子供と、旦那と自分なんですよね。あ、自分ってのもあるんですね。自分に対して腹が立つみたいな。ああ。まあだからそういう意味では、どうしてもその接触回数が多いから、もしくは子供が今、やね、旦那さんが家にいることによって、いつもより接触回数が増えてしまうことによって、そういった感情が持ちやすくなるっていうのは、まあ、これは、一言で言うと、まず仕方ないと思った方がいいですよね。そういうものだということですよね。これ名言ですよ。仕方ないって最高です。その上で大切なことは何かっていうと、二つあって、はい。一つは、気にしないという選択肢を持つということですね。気にしないという選択肢。選択肢。これ選択できるんですね。できます。全然できます、これは。気にしない。例えば、わかりやすく言うと、はい。子供が学校に行って何かをしているときに、例えばお母さんお父さんが家にいたとか会社にいるから見えないわけじゃないですか。はい。見えないことによって、そこに対してイライラしたり文句言ったりってありえないわけですけれども、はい。はい。それを見てしまうことによって、もしくは近くでその状況が起こることによって、それに対してイライラしたりとか、っていう悩んじゃ考えちゃったりっていうことが発生してるわけですよね。はい。だったら考え方一つで、はい。見なかったことにしよう。気にしないっていう選択肢を自分の中に一つ持つことによって、気持ちがすごく楽になりますよ。はい、そうか、見なかったことにすればいいんですね。だからまだあるんですね、ヒントが。まあ、もう一つは、つながるところでもあるんですけれども、うん、僕がよくそのセミナーとかで言うのは、親しき中にも礼儀ありだっていう話をするんですね。で身近な、例えば子供であろうが、旦那さんだろうが、奥さんだろうが、まあ身近にいるんで、で、よくね、夫婦なんだから子供なんだからお互いに言いたいことをやってとか、まあそういったようなことを言ったりとかしますけれども、これ正しいですよ。でも、うん、特にこういう時だからこそ、さっき言ったようなその感情の乱れっていうのは、どうしてもお互いに起こりやすい時に、そういう感情、例えばイライラの感情とか感情の乱れって周りに伝染していきますから、そういった意味では、いい意味で親しき中にも礼儀ありっていう気持ちをお互いに持って、相手に礼を尽くす気持ちを持って、こう接するっていうことをしていただくと、また少し関係性も変わってくるんじゃないかというふうに僕なんか思いますよね。はい、うん。ちょっとした工夫も自分が何ができるかって質問を投げかけるだけで、はい、アイデアが出てくるというか。そうですね。例えばそこで、はい。文句も言いたい気持ちもわかるし、うん、なんていうのかな。うん。わかるんですけど、結局そこで、相手に何かやってほしい、相手が何かやってくれない、これは相手がやるべきだっていう、この、相手に対するこの、なんていうかな。僕は、がセミナーの中で言うのは、間違った期待をすることによって、結局自分自身が不愉快になってるわけなんです。じゃあ、間違った期待って何かっていうと、見返りを期待する期待なんですね。期待することは、素晴らしいことだし、OK なんですね。でも、正しい期待っていうのは、見返りを期待しない相手への期待なんですよ。例えば、部下にしてもそうですけど、俺がこうやってやったんだから、あいつはこうしてくれるはずだっていう、これは間違った期待なわけですよ。その期待に応えてくれないからって、上司は勝手に部下に対して怒りをぶちまけたりとかあるわけですけど、そうじゃないでしょうと。それ間違った期待ですよと。正しい期待は、部下にはしっかり期待はしてあげるんだけど、じゃあその期待に対して部下に見返りを期待しない。これが正しい期待ですよって話をするんですね。はい。この自分自身のイライラだとか不安ももちろん、身近な人ももちろんなんですけど、周りも、例えば会社のメンバーとか上司、部下、もしくは親族も含めてですね、周りも不安やイライラだらけだと。これ、自分もそうだけど、周りも大変だと。メディアを見ればなんかみんな文句言ってるし、テレビ見れば不安なこと、ネガティブなことだらけだしと。どうしたらいいんだと。特に経営者リーダーとして、周りに影響が大きい方って、どうしてたらいいんでしょうかと。
特にこのビジネスをされている方が多く見られていらっしゃいますので、そのあたりぜひヒントいただければなと思ってます。はい、まあ、大切なことは、まずそのコントロールできることとコントロールできないことをしっかり分けるってことですよね。で、どうでもいいこととか、コントロールできないことに対して心持っていかれると、結局自分の心を痛めることになるんで、しっかりそのコントロールできること、今自分ができることに集中をして、じゃあ自分に何ができるのかっていう発想で取り組んでいくっていうことがものすごくやっぱ重要。でも、どうにもならないところに心を持っていかれるんじゃなくて、じゃあ自分、今のこの状況で自分に何ができるんだろうということで、いろいろ考えてこうやっていくっていうことをしていくみたいな感じですよね。だから、例えば今の状況で言うと、どうしよう、このままいったらお金が、なくなっちゃうお金が、そこ作る、コロナの野郎、ふざけんな、なんでね、中国のやつがなんとかね、あれしたから中国国家がなって、文句言ったりとか、不安になったりとか、騒いどかどりとか、怒ったりしたところで、どうにもならないわけですよ。そんなところに心持っていかれるよりも、じゃあ、こういうことが予測されるんだから、じゃあ、今何をやるべきかって言ったら、こういったところに行って、まずはね、今は、キャッシュオブキングですから、とにかく資金をしっかり調達してくるっていうことに動き出すとか、そういう自分にできることを一つ一つ、まずアクションしていくことっていうことが大切ですよね。一番良くないのは、心だけ持っていかれて立ち止まってしまうってことなんで、これ一番良くないです。例えば、よく僕が言うのは、はい。立ち止まっていたら、つまずく心配ってないわけですよね。でも、どこかにたどり着く可能性もゼロですよ。うん。でも、一歩踏み出して歩き始めた瞬間から、つまずく心配も出てくるんですけれども、どこかにたどり着く可能性も生まれてくるわけじゃないですか。うん。だから、動き出すってことが実はすごい大切なんです。感情マネジメントをしていく。なるほど。立ち止まらないってことなんですよね。